娘さんよく聞けよ、山男にゃ惚れるんだよ、ララ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 。知らなければ歌うな。はい、わかりました。トゥース。はい、皆さんこんにちは。親父です。親父は咲いていない桜並木を左手に爆心中です。で、今日のテーマは、皆さんがおそらく皆さんが知りたがっていたことを今日は話します。まあどうか、それはどうかわかんないですけれどもね。昭和時代の話ですね、ほとんどよね。もう昭和時代の話になりますけどね。とその前に、危ねえなこれは。ちょっとはみ出てるね。ちょっとやっちゃえ、日産のなんじゃろうね、今のね。やっちゃえ日産、その時ちょっと いかんばいと。はい、ではやっていきます。それはですね、トラック野郎の映画の中でジャレパンというのがありましたけれどもね。で、どうなんかな、これ禁止、放送禁止用語なのかな、ちょっとわかりませんけれどもね。なのでね、その連発はしないことにします。で、よくね聞かれるんですよね。聞かれるというか、昔聞かれましたね。あのドライブインに行けば、そういった人はいるのと。で、会ったことあると、やったことあると聞かれたことありますけれどもね。私20年、おそらくね、20年前後長距離ドライバーやってきましたけれどもね、そういった人がドライブインにいて、ね、小遣い稼ぎに、ね、お兄ちゃん遊んでいかへんと、そんなことをね、来られたことは一度もありません。一度もないです。一度もないどころか、そんな噂をね聞いたことないですな。なのでね、あれは実際どうなのかねと。映画だけの話なのか、実際にあったのかどうかはね、よく分かりませんけれども。でもね、あんなシーンはね、しょっちゅうあったらね、警察厄介になれますよ、おそらくね。なのでね、もう私が あったのかも分かりませんけれども、私が乗り出してから、そんな、でもね、そんな噂聞いたことないんですけどね。はい、多分ね、そんなことがあったよという話があればね、
運転手ですから、あっちゅう間にブワーッと広がるんですよね、もう。まあ、例えばですよ、例えば九州福岡県で誰それが事故をやった、大変な大きな事故をやったと言ったとするじゃないですか。そしたらね、本当青森の方まで、次の日ぐらいにはね、青森ぐらいまで情報が行ってますからね。なぜかというと、無線で、あれが事故やったらしいぞと、福岡で事故を起こしたらしいぞと、で、まあね、あちこち無線局でつながる人にね、バーッと情報が流れるわけですよ。なので、まあそういったね、ピンク系統の話もね、あれば、まあ無線とか、まあおそらく無線ですよね、無線とかドライブインでね、あそこに行ったら、こんなお姉ちゃんがおって、ちょっと小遣いやったら、やらせてくれたわ、みたいな感じでね、すぐその情報がね、回ると思うんですよ。はい。なのでね、本当私が現役の頃にはね、そんな話なかったですね。そんな話は。はい。で、ほとんどのドライバーはね、まあ夜のそういう店に行ってましたね。まあある地区なんですけどね、ある地区にまあねそういうお店があると。おーとっ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 と、お前が横切ったからか、お前が横切ったから反応したのかい、なんちゅうこと。はい。あ、すいませんね、なんかセンサーが反応して自動ブレーキシステムになりましたね、これはね。はい。あ、とこでね、どこまで話したんだ、どこまで話したんだ。ある地区ですけれどもね、そういったところがあると、一本で抜かしてくれると、そういうお店はあったというところはね聞いてます。でもね、私はもちろん行きませんよね。そういうところでね、お金を出してね、私はね嫌いなんですよ。金出してね、ちょっとねもったいないなと。私はどっちかと、ただで乗る方がいいのでただでやる方がいいので、まあ変な話ですけどね、ほんとすいませんね、女性の方もいると思うんですけれども。なので私はまあそういう店では見たことないですけれども、まあよくですね、無線局で聞いてましたね。あそこに車止めてたけど行っちゃったやろうと、ああ行った、気持ちよかったと言った感じでね、まあそういう店がねやっぱあるんでね、まあドライブインにね、そういう人が来て、援助交際っていうのはなかったですね、ただの1回も。でね、米子港があるんですけどね、米子港ですね、に、その泊まって、一万円札を窓に貼って、で、いたら、コンコンお姉さんが来るよというのをね、聞いたことありますわ。バカな話でしょ？そんな、ね、バカな話でしょ？一万円札貼ってたらね、来るなんて。で、これもね、私の聞いた話ですよ。ほんと聞いた話ですからね、私じゃないですよ、何遍も言うんですけど、貼ってたんですって。しかも車の外に貼ってたらしいんですよ。なんかね、どんな感じで貼ってたか知りませんけれども、外に貼ってたらしいんですよ。で、それで寝て待ってたと、コンコンお姉さんが来るのを待ってたと。そして朝になったと、やっぱ来ねえな、そんなものはと。で、ね、一万円札を剥がそうと思ったら、
1万円札だけはなかったと、こういったようなね、笑い話があったんですけどね、アホかお前はと。まあその人とは直接喋る機会はなかったんですけどね、まあそれは無線の話なんでね、無線局の話なんでね、アホやなと。なんでそれ車のその内側に貼らないんだろうと。外に貼っとったら風で飛んだのか誰かに取られたんかわからんよねと、内側に貼っとけばいいのにという話をねしましたけれども、まあ笑い話ですわ。はい、アホなやつがいたなといった感じでした。なのでね、そういったコンコンお姉さんは私の場合にはいなかったと。まあ多分あれは何かの都市伝説なんだろうと。まあああいったこともあったのかもしれませんけれども、まあ私が現役の頃にはそういう話はただの一回もなかったと、そういう話は聞いたことがないという話をしました。さて今のそうですね、60代とかそれ以上のトラックドライバーの方ももしかしたら聞いてくれるかも、聞いていてくれるかもしれませんけれども、まあそういった面白い話があればまたコメントの方でもいただければなと思っております。それではこの動画は以上になります。皆さんご安全にいってらっしゃい。